ビルヘルム・キッセルはドイツの実業家であるダイムラー・ベンツの初代の取締役会会長として知られるドイツ帝国西部のハースロッホで鉄道関係の仕事をしている父の下に生まれた中等学校を卒業した後1902年に製鉄会社で商業見習いとして働き始め1904年にマンハイムに所在するベンツ社に入社した同社では 自動車の購買部門に配属され、同時にマンハイム商科大学に通って商業について学び、1908年には購買部門の責任者となった。この時期に小型乗用車の生産による購買層の拡大、ガゲナウの工場で商用車を製造するという方針を打ち出した。この施策が両方とも成功したことで、 ベンツ社は1912年にはそれまで2250人だった、従業員数が5360人にほぼ倍増することになる。第一次世界大戦後、キッセルはベンツ社の再建に専念した。1923年末の冬、ベンツ社を同じドイツの自動車が愛車であるダイムラーとの間で将来の合併を念頭に置いた覚書を交わす。1924年からは、 同社とダイムラー社の合併に向けて重要な働きをすることになり、同年秋に合併に向けた最初のステップとして、ベンツ社の技術陣をシュトットガルトのウンター・テュールクハイムに所在するダイムラー本社内の設計部門に集中させることを決定する。これにより、ハンス・ニベル、フリッツ・ナ・リンガー、マックス・バーグナー、アルトゥール・ベルガー、ヒューバート・シュルティスをはじめとする、 ベンツ社の技術人は、マンハイムからウンター・トゥールクハイムに移り、ダイムラーのフェルディナント・ポルシェ、マックス・ザイラー、アルベルト・ヘスラと合流した。キッセルは1925年には、取締役の一人となり、従来のベンツ社に加えて、ダイムラー社でも、購買部門の責任者を兼務することになった。メルセデス・ベンツの誕生1926年6月28日に、両社が合併して、 ダイムラーベンツが設立され、キッセルはその取締役の一人となる。同年のうちに、キッセルは新たなブランドメルセデスベンツの下で発売する乗用車を発表に、関わるとともにガゲナウの商用車部門の拡大も推し進めた。当時検討されていたディーゼルエンジンの開発は当初社内で反発があったが、キッセルはこれを支持し、1929年に 発売したオムニバスでは1930年型からディーゼルエンジンモデルを追加した。キッセルは1930年にダイムラー・ベンツの取締役会の議長となり、実質的に経営陣のトップとなった。1929年に起きた世界大恐慌がヨーロッパに波及した時期の就任であり、キッセルは従業員をほぼ半減させ、 1931年8月には労働時間も半分にするという決断をすることになる。この際、いずれ経済が立ち直ると考えたことから、工場の閉鎖は避けた。生産者市は低価格な小型車と中型車にラインナップを集中して、それらはウンター・テュルクハイムの工場で集中生産を行うことで、この不況に対処した。この時期、 やはり経営不振に陥っていた BMW をダイムラー・ベンツが買収する可能性があったため、キッセルは1932年3月から同社の監査役も務めた。1933年1月にアドルフ・ヒトラーが首相となり、国家社会主義ドイツ労働者等が政権を掌握した。ナチス政権は発足当初から自動車産業を強力に進行し、 ダイムラーベンツの経営は急速に持ち直すことになった。これにより、同社では新たに5000人を追加雇用するとともに、1934年からは鉄道用エンジンの製造を始め、1935年にはドイツ発となる千張力調の航空機エンジンを製造した。販売地域も広げ、中国でも商用車の組み立てを始めるなど、業務の拡大を図る。 キッセルは、売れ行きの良い製品とそれに対応する販売組織を作り上げ、その販売組織は、全世界を網羅し、会社が急速に発展する基礎となった。結果として、1937年までに、ダイムラー・ベンツの乗用車の生産台数は1933年に、比べて3倍。1939年までに、輸出台数は1934年に比べて7倍に。 増加した1937年10月1日にドイツの新しい会社法が施行されたことに伴い、キッセルはダイムラーベンツとしては初の取締役会会長となり、自身が死去する1942年まで同職を務めた。1939年9月に第二次世界大戦が始まり、以降はトラック、ハーフトラック、 軍用の航空機エンジンなど軍需製品の生産や政府との調整に暴殺されることとなる。そんな中、1942年7月に心臓発作で急死した。心臓発作を起こした原因は不明だが、1941年末に創業を始めたオストマルク航空エンジン工場の業務に伴う過労や前線で兵士として戦った一人息子に先立たれた。 こととの関連が指摘されており、健康を非常に害していたためだと考えられている。キッセルは、ナチス政権には批判的だったとも言われているが、1933年には新衛隊に加わり、1940年11月に新衛隊中佐の階級を得ている。1934年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、この際、 国家社会主義運動と長年のつながりがあることを強調した。ドイツ労働戦線に対してもダイムラーベンツ社がナチ党に一層の協力をすることを約束している。ありがとうございます。